はい、こんにちは。今日は胸を大きくするのに初心者さんに勧めたいダンベルベンチプレスのやり方を解説していきます。なんでこのダンベルベンチプレスをお勧めしたいかっていうと、ダンベルが最もこう自由度が効くんですね。大きく可動域を取れる。でこの水平内転って呼ばれる動きは、まあ、ベンチプレスもそうだし、マシンで使うチェストプレスとかね、あの腕立てもそうですけど、同じ動きをしてますけど、ベンチプレスとかだとあんまり下げれないじゃないですか。だけどこのダンベルが最もね、可動域を大きく取れるんで、ぜひ覚えてください。膝に乗っけてスタートしたら、一番大事なポイントが肩甲骨を寄せて、こう肩を加勢させることです。でこの時に肘の角度を45度にしてください。でまっすぐ上げていけば、勝手に肘と肘が近づいてくるんで、肘をロックアウトしないところで止めましょう。胸を大きく広げて肘をロックアウトしない。ロックアウトを完全に伸ばしきっちゃうと胸から負荷が抜けちゃうんですね。なのであえて途中で止めてください。で先ほどそのよく分かりづらかったかなと思うのは、この肩甲骨を寄せて肩をこう落としておかないと大胸筋ってうまく使われないんですね。なのでその肩の加勢と肩甲骨の内転をこの時に作ってください。ここに隙間ができているのもポイントです。これぺったりくっつけちゃうと肩甲骨寄せれませんから、しっかり骨盤を立てて胸を大きく張ってくださいね。この姿勢で一つ胸に効いてるかどうかのポイントとして、肩が胸よりも前に出ないようにしましょう。こう肩甲骨がちゃんと寄ってれば、肩って胸の方が高くなってるんですね。胸の方が伸ばした時に肩よりも高くなってるように。ちょっと僕が今あのメインセット中なんでやってきます。だいたい、そうだな、初心者さんは10回から12回ぐらいができるような負荷に合わせてください。慣れてきたらもう少しね、6回から8回とか高重量でも構いません。いきましょうか。よし、これがね、僕が今やってるのが片手41キロですね。よし、肩寄せて、肩甲骨寄せたら胸大きく開いて伸ばしきらない。重いですね。慣れてきたら、今ね8レップでしたけど、これぐらい高重量でやった方がね、あの胸大胸筋発達しやすいですから。ただ一個気をつけなきゃいけないのが、これちょっとあの初心者さんがやると肘が傾いてしまう。そうするとこう体の方に落ちてきちゃうんですね。なんで絶対にこう手が傾かないように、常にまっすぐまっすぐ上げて、勝手に肘と肘が近づいていくような軌道で上げてください。傾けないでくださいね。はい、という感じでね、ダンベルベンチプレスの、簡単なね解説でした。よく大胸筋、こう上部、中部、下部どういう風に鍛えるんですかってあのご質問を受けるんですけど、それぞれこうアイソレートすることも大切なんですけど、この水平内転っていうね動きをすれば、上部も中部も下部も全部上腕骨につながってますから、あの全部ね鍛えられてます。なんで筋力をつけるのも、筋肥大に欠かせませんから、ダンベルベンチプレスね、ぜひねこう自重トレやられてる方なんかもそうだし、これからね大胸筋を大きくするのに何から始めたらいいんだろうという方は、挑戦してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。動画をご覧になっていただきありがとうございました。私がオーナーを務めておりますパーソナルジム上越 YG のことや、個人のインスタグラムの方ももしご興味があればぜひフォローの方お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。